おい、どうすりゃいいんだよこれ。秋はね、マジあるよ、カエルちゃん。てやつ、ここかよ、ここで出ちゃうのか。横利根本流がもう終わりに終わってるんで、こっちからやっていこう。秋はね、マジあるよ、カエルちゃん。てやつ、いいんじゃないっす。いや、これおもろすぎでしょ。水が悪いとか、クソ水悪くて、なんかちょっと細いとこ行ったら、なんかめちゃくちゃ水が綺麗でちょうどいいところが全くない。そういう時はちょっと水が悪いところをこういううるさいのでやるのがいいんだよ。かき回すっていう感じだね。ほらねえ、あ、危ない。水ちょっと綺麗ですがな。思ってたんとちゃうつって、しかもこんなおピンク、こんなおピンクで意外と水きれいなんだって。お前はバカか、こんな水がきれいなところで水の中見えちゃうよぐらいのところでピンクのバズベイトって、お前どうしろとか、お前いい加減にしろよ。なんか水がちょっと重い気がするな、気のせいか。水がちょっと重いです。おめえがここにいることをよ、俺は知ってんだ。アンさんこの辺にいるんでしょ。やべえ、めっちゃピンク見やすくていいな。ピンクがいいんだ。やべえ、あんまっちゃっちゃうかな。あ、あ、やばいやばい、あー、やっちゃった、ほらほら、やっちゃった、ほらね。ブルキュッ、こいつはね、天ぷらにするとうまいです。バスかなんかわかんないけど、あ、欲しい欲しいだろ、お前もう一回行け、もう一回行けよ。あれ、お前食い損ねるってなかなかだよ、ドジッコちゃんね。あー、ここもか。お水がお水がお水が、ここはいつもの水の色。ここはサイトレの進化だったんですが、今回はネコリグで行きます。行っちゃうよーつって。長いワームをもぐもぐされんのが好き。長いワームをもぐもぐですよ、わかる。長いワームをもぐもぐ、あれってか、こう、なんか、この、これ、なんか、バキャンと引っぺがされてますね。なんでしょう。事件ですか？事件だね。よし、じゃあ、ワニ側のバスに、シンさん帰ってきたよって言おうかな。水だけは大丈夫だな、ここは。また夕方だな、多分やるなら。うんうんうん。よし、新しい朝が来た、希望の朝だ。よし、昨日の情報をもとに今日は釣っていくぞ。ワニ川スタート、ワニ川スピナーベイト。ここで2本ぐらい釣りたいですね。昨日の水の感じ見ると全然ありだと思うんだよな。つうか釣れる、スピナーベイトもここは別にフォールとか使わないんで、ダブルウィーローで。あら、釣れねえのか。あー、ここで一匹釣れると思ったんだけどな。まあいいや、惜しまない。よーし、釣れるでしょう。昨日のあの水の感じは釣れる水の色だもんね。うん、釣れると思う。ああ、釣れそうだ。霞ヶ浦とコネクトしていこう。なんとかカズラ、ん、なんだこれ、なぜ釣れない。っていうか若干水悪くなってんな。何事。いけ、ダメだ、水悪くなっちゃってます。うん、まあ切り替えよう。ちょっと反対側も一応
今こっち側来たんで、この奥側のバンクもちょっと見るっすけど、水悪くなってたら移動だな。これは切り替えて、ここかよ、ここで出ちゃうのか。よしよしよし、まあいいや。うわ、ただザーッと流してたらその辺で食いました。まあ一匹目、よし、オッケー、ふう、あー一匹目、朝一ここで釣れちゃった。やべえ、もうバッテリーねえじゃん。うー、ギリギリ、はい、釣れました。まずは一匹目、やり。いや、反対が来たんですけど、こっちのがまだ水良かったな。さっきあっちよりこんなところ出ました。これはただの交通事故だな。なんとも言えねえ。ただ昨日より確実に水悪くなってるっすね。もっと釣れると思ったもんな、正直。昨日ユーマズメの方が多分釣れてたな。でも引き強いから楽しいな。やっぱ薪で釣れるやつは息がいいな。釣れねえんかな。釣れそうだけどな。こっちの方がまだ水いい方だ。あー違うのか。くそー、今食ったな。バッテリーがない。エサホイサ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 。朝はやっぱり気持ちいいな。ちょっとくせえけど、くー、スピナーベイトが生きたって感じっすね。なんかあーもっと2本ぐらいは釣れると思ったんだけど、昨日よりだいぶ水悪くなっちゃったから、くぅ、とりあえずこのエリアはここで打ち止め。北浦の流入というか放送突入。こういうところついついフィネスを投入しがちなんですが、のんのんとこういうのが意外とおもろいんですよ。ダキャーって出るんでね。ほんと増水とか何の話って感じだな、これな。もう戻っちゃったな。だがしかし、ここはねちょっとね、俺は抜け穴じゃねえかなと思ってんだよな。普通にスピナベで釣れちゃうみたいな。シャイニングロードがねないんですよね。シャイニングホールがあるんですよ。シャイニングホールがテトラがみっちみちに詰まっちゃってるから、穴から出てこれるトレースコースで、ここみたいな、そういうところを狙って。ラウダー60リアクションポッパー、影もっと、あー、うわ、やったやったよ。オーマイティーノ。ああ、もう狙いすました感じだったのにな。マジ秋はな、ど真ん中やっぱ出るな。なんで乗んなかったんだろう。はあ。釣れちまった。このサイズか。いいよ。はい、なんか GoPro 止まっちまったんで、こっちで。ちょっとな。まあ、釣れたのは嬉しいんですけど、ちょっとワンバラシので、あとワンチェイスどっちもいいサイズだっただけに、まあでもやり。お、ダメ。なんだこれ。これバスじゃないだろう。バスだ。マジか。着水同時。
ってことはあれ全部バスか。そんなことあるか。おお、すれかと思った、あまりの速さで。ほいっけ、よし、イエス、よし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 、やったぜ。3匹目釣れました。ポッパー釣れるな。土日中ですけど、シェードリアクションポッパー、まあリアクションポッパーっていうか着水バイトでしたけどね、シンプルに。食ったな今。なんかいるぞ。サイト一発。よいしょ。はい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 。入ってね、入ってね。くそやべえ、くそやべえ。マジかよ。おお、おい、どうすりゃいいんだよこれ。もう一回再トライ。よいしょ。ふう。あ、入った。ゲットだぜ。はい。はい。サイトで釣れました。なんで網落ちるん。まさか落とすとは思わなかったぜ。網を。はい、サンキュー。ええ、いやー、焦った、マジ焦った。何これ、どんなおまぬけさんですか、マジで。はあ、サイトで釣るまではかっこよかったんだけどな。マジ危ねえ、なんで俺タモ離しちゃったんだろう。ウマズメド派手に行くか、バズベイト。この超壊れかけ、ワイヤーもちょっと曲がり気味の、このね、壊れかけのバズベイトほどナイスサウンドなんですよね。ほら、チェイス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 。あれ、これあるな。すげえワクワクしてきた。何このワクワク感。ただとりあえずまっすぐはバズベイト泳ぎません。ワイヤーぶち曲がってるんで、普通のルアーじゃ反応しねえ。スピードと直進性でリアクションバイツ立てて、でかいの釣る。これが俺のフィニッシュブローだ。今日の俺がバズベイトで釣るんだ。でも結構ど真ん中で来る時あるからな、全然油断できない、どこ投げても。出ないな。マジかよ。バズベイツ出ないの？そんなことないでしょ。こらやっぱ出た。よし。バズベイツ楽しい。
これでちょうどリミットメイク。よし、おお、いいサイズじゃん。やり、やったー。非常に綺麗なバス。今回はなんか秋の釣りとか夏の釣りとかを織り交ぜながらやっていました。はい、テトラ隊のスピナーベイトがすごい秋の釣りっぽくてめちゃくちゃ楽しいと思いますので、これはおすすめです。はい、というわけで以上です。またね。